バイキング2号は火星へのバイキング計画の一部で基本的にバイキング1号のオービタランダーと同一である。1975年9月9日にタイタン e へ a セントールロケットで打ち上げられた。333日の飛行後に火星へ到達し軌道に投入される前にバイキング2号のオービタは火星の全体像を返し始めた。 1976年8月7日に、大ビタは1 5 3万 3000km24.6 時間の火星軌道に投入され、8月9日に27.3時間周期で、近点が 1499km で、傾斜角が55.2度の軌道に調整された。候補地の撮影が開始され、これらの映像とバイキング1号の大ビタが返した。 画像に基づき着陸地点が選ばれた。1976年9月3日にランダーがオービタから分離し、22時37分50秒を UT にユートピア平原に着陸した。正常動作ではオービタとランダーを接続している構造物は分離後に取り外されることになっていたが、分離時の問題によりバイオシールドはオービタにそのまま残された。 軌道傾斜角は1976年9月30日に75度まで増やされた。太陽との合わせが始まった1976年11月8日にオービタの最初のミッションが終了し、合わせが終わった後の1976年12月14日から再開された。1976年12月20日には近点が7 7 8トルまで下げられ、 傾斜角が80度まで増やされた。1977年10月には大モスへの接近が行われ、1977年10月23日には近点が 300km まで下げられ、周期が24時間に変更された。大ビタは姿勢制御ガスを放出する推進システムからガスが漏れるようになってしまった。火星を706周回して約16000枚の 映像を返した後、1978年7月25日に3 0 2 x 3 3 1 7 6トルの軌道に乗せられ、運用を停止した。9月3日19時39分59秒、UT にランダーが大ビタから分離した。分離の時点でランダーの速度は秒速4トル程度であった。分離後にロケットを噴射して、 ランダーの軌道離脱が開始された。数時間後の高度約3 0 0トルで再突入のために方向転換した。大気圏の通過に伴い蒸発性の耐熱シールドによる防護核で減速した。バイキング2号のランダーはユートピア平原にあるミークレーターから約2 0 0トル西の北48.269度、整形225.990度、 赤道半径が三三千百九十七点二キロメートルで、扁平率が零点零一零五の、準巨大延体からの標高四点二三キロメートルの地点へ二十二時五十八分20秒 UT に着陸した。着陸時には約二二十キログラムの推進剤が残っていた。岩もしくは非常に反射の良い表面により、レーダーが誤認し、着陸時のスラスターからの噴射が零点四秒長く、 なった。そのため地面が破損し、チリが舞い上がった。足の一本が岩の上に乗ったため、ランダーは8.2度傾いた。着陸後、直ちにカメラ撮影が開始された。バイキング2号のランダーは、火星上で1281火星日運用され、バッテリーの故障のため1980年4月11日に運用停止した。ありがとうございます。